もらっていいですか。はいよ。笛の調子がおかしい。なるね、やっぱりおかしいね。ワイド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 、なんで誰とか。いや違いますよ、ホワイティさんの子供の学園祭があって笛の調子がおかしいんですよ。はや、だだだかしてみた。あ、うん、だ吹いてみようやど。あ、わかった。どうぞ。ドキドキよ。せーの。どーれー。何今の。みんなと。ね、ハゲちゃべん。替えのパンツ。フリムーンラジオ。キペスさん、はい、うん、5月、うん、17 うん、どうした、どうした、水曜日、どうした、5月入って、はい、2回目のフリムンラジオですけども、うん、そうです、そうですよ。はい、うん、3週間ぶりのイケペです、よろしくお願いします。おいっす、はい、どうした、まともじゃん。はい、今夜はですね、ゲスト、はっきり言っていい、スポーツフォーカルから相良さんでしょ。違うな、あ、違うな、ちょっとごめんなさい、はい、ごめんなさい。あ、あ、でもその前にちょっと一言言わせて。あのさ、最近阪神調子いいよね。ありがとう。あと、今夜のゲスト、はっきり言って大好きです。あー、本当に良かった。今夜もよろしく、ホワイティニシャルです。長い。いいじゃん、今日はメール少ないってよ。こんな言うな。うん、はいはい、最近、朝方ですかね、駐車場に酔っ払いが寝てましたんで起こしてあげました。骨折です。おー、一日一戦。はいはいはい、はい、はい、ミキサーのエコザイルです。終わり。おーい、イケペ、写真撮らんで喋って、お願い。タイミングよ。エコさん、あんだけでいいの。はい、あんだけです、うん、いいよ。あ、オッケー、わかりました。うん、今日はですね、大物ゲストをちょっと連れてきましたので、はい、今日マスクかぶってますけれども、うん、ちょうどいつもツーパンです。よろしくお願いします。はい、してして。そして、うん、僕の横にいる、うん、この黒いタイガーマスクの方なんですけれども、うん、なんと、うん、沖縄の、うん、ね、もう超大物、うん、アーティストですよね。いえいえいえ。さあ、沖縄界のゲイリー・オブライトこと下城スープレックスワールドフロム地獄から。わかるよね。あ、どうもありがとう。はい、はい、下城さん、これあんまり使ったら死んだみされますよ。あ、気をつけます。はい、どうもすいません。乗ることもするんですね。著作権ないんで沖縄は。はい、あ、でしたね、著作権ないんでね、はい、バリバリあるやっていきましょうか、はい、バリバリあると思う。はい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 、というわけでですね、今夜のフリムンラジオ、オープニング後はお送りいただいたメッセージというわけで、今夜のメッセージは、良い子のみんないつもやってるよね、一日一膳。これはご飯が一日一膳ってこと。違う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 、どこの修行。そうですか。オーマイガー、オーマイガー。一日一回はいいことしなさい、そうそうそう、使用したいねってことでしょ、うんうん、はい、そういうこと、使用よ、ね、したいよ、ほんとだよ。してきた、イキペ。僕ぐらいになると一日14膳ぐらいするんですよ。そんなに食べるんだ。うん、ご飯がね、うん、あ、またそれいきます。あ、さっと終わらそうかなと思って。はいはい、そしてですね、16分頃からハイバル姉さんのいい加減な人生相談コーナー、そしてですね、今夜はもう
しょっぱなからゲストを迎えてのひととき、もっともっとひとときを過ごしていただきます。そして40分頃からは名古屋支部からの中継となっています。メールアドレスは moon@fmginowan.com、moon@fmginowan.com。 またこの番組はユーストリームで映像と音声をネット配信しています。 FM ギノワンのホームページから見ることができますので、そちらもお楽しみください。あとツイッターも連動しているので、たくさんのツイートも待ってます。この番組は中川名木流会企画、闘牛のキラキラグループ、創業67年中村製菓、民謡居酒屋やってもおれ、フリムンファミリーの提供でお送りします。なおフリムンラジオではまだまだスポンサーを募集しています。お店や会社などをラジオで PR してみませんか。興味のある方、お問い合わせはフリムンラジオの E メールまたは FM ギノワン電話番号098-943-0094までご連絡ください。はい、あと池部さん、これお願いします。あ、でしたでした、うん、棒読みでね。はい、はい、うん、サイマル放送もやっています、うん、リスンラジオで FM ギノワンを選んで聞いてください。パソコンでお聞きの方は FM ギノワンホームページにも再生ボタンがあります。完全に同じ放送をお楽しみいただけます。スマホでお聞きの場合は無料アプリリスンラジオで聞いてください。全国のラジオ局から九州沖縄をクリック、 FM ギノワンを選曲してください。以上、池部が心を込めて棒読みでお伝えしました。最高の棒読みですね。あと最高ですね。私ですね、右に出るのにないよ。なおですね、こちらの、メイン何、はい、メイン MC の MC モミさんですね、あの闘牛で頑張りすぎて声ガラガラみたいです。だけどガラスの向こうでカワシガは食べてますよ。あのハゲちゃん、本当にいるよ、ハゲちゃん、でも声は出ないって。出せ、はい、ハゲじらしや。それでは一旦 CM です。頭にみんたま、それが私の癖になり、毎週水曜夜9時のフリムンラジオに夢中です。フリムンラジオ、はい、それでは早速メールいきます。うん、ちょっと先週のテーマなんですけど、おう、はい、ちょっと言っちゃっていいですか、はい、関西弁で言っていいかな。あ、いいですね、うん、レンタルしたもの、こんばんは、フリムンラメンバーの皆さん、名古屋の琉球ポリゴンさん、リスナーの皆様、兵庫の C さんの嫁、ミーさんです。あ、ミーさん、うん、今日の、先週のテーマだけどね、今日のテーマはレンタルしたものですね。すぐに思い出せるのは乗り物ばかりです。レンタカー、バイク、自転車、軽トラです。鉄板、え、着物、あれ結構あるな、スーツケース、その他もろもろ。人間はないよ、ちょっと、てかだいぶ人間は抵抗あるし、皆さんも結構あると思います。じゃあまたメールします、またやって。あ、関西弁いいっすね。おー、沢くん、高山さん、あ、それ高山さんって言って名前覚えられないんですよ。検索したよ。あ、なるほど、先週のテーマがレンタルしたものだったんです。みさん、ありがとう。じゃあ、うん、今日のテーマ、メールの一日一善でいきましょうね、うん、これあんまり読みたくないんですけど、お、タイトル、うん、ヤーグトールムンガー来た、来たよ。ハイサイ、フリムーンのグスーヨー、最近はバイト先のマンマンかい、
ウーマはサットオールユーサバチャーと言います。さて、はい、チューのテーマ、このチューっていうところが、うん、口紅マークなんですよ。こういう講座ちょっとカチンときますね。おじさんだね。一日一善、ワンは毎日一日一善心がけております。月曜日は仕事中にヒリタイヒーを我慢し、火曜日はミュージックサワー宛てのメールにパンキナウなどと使わないようにし、水曜日はパンキトーンズのフリムンラジオを聞かないようにし、木曜日は西野カナと名古屋で味噌煮込みを食べにデートし、金曜日は海にホウミガイを取りに行き、土曜日もうこれ読まんでいいすか。あ、長いよ。土曜日はサナジからブーラさっさいしないようにし、日曜日はとにもかくにも、方にも、ね、も触れないように一日一善ハマってます。モーミーさん、オーバーのナーベーラー食べたことありますか。アンシェヒリガチナヒンギラいいかっこ悪い、うん、モーミーチルドレンのユーサバちゃんから来ております。モーミーチルね、モーミーチル、ね、サバちゃんなんかあれ、うん、青の頭打ったとか恥かしい。最近ミュージックサーボツが多いってヒンチしてるみたいだけど、ミュージックシャワーにモーミーさんは2人いらない。それが原因です。はい、早めに気づいてほしいです。以上。はい、かなりトークが冷たいね。いや、もう煮れてるんですよ。年下には厳しいね。サバちゃん有名人だからね。上にも厳しいよ、くも字では。じゃあいいですか。はい、泉さんの特急サザンです。あ、サザンさん、はい、一日一善、はい、僕はやってませんね。ただ乗り物に乗って座席に座っていた時にお年寄りが座って乗ってきたら座席は譲りますよ。では最後まで番組をお聞きしますねって。ありがとうございます。ありがとうございます。一応ちゃんとやってるね。ね、座席譲るってことがないからさ、こっち、こっちは車だからね、うん、そうね、たまにヒッチハイクとか、あと止ま信号待ちで立ち往生してるね、ねエースとして引っ張ってあげたりとか。ねえねえだけ？おじさんもやるよ。ああ、信号待ちで交差点止まってたら危ないさ、うんうんうん、ハザード耐えて、うん、そういう時は引っ張ってあげるよ。ねえねえしかやってない。引っ張ってあげるよ。誰よ誰よ、ちっちゃい声って絶対ねえねえしか。なんかさ、なんかバレた？つぶやきですよ。リアルツイッターが聞こえる。はい、二等車引っ張った時もあるからね、おじさんの。おやばいと言って。でしょ。軽トラだよ。しかも捨てで、捨てでと思ったやるか、だだだ軽トラ、軽トラ、軽トラ、やり、やりかねんね、軽トラで、ね、うん、エコさんならやりかねんね。あえ、うん、じゃあ、うん、自分も一件言っていいかな。はい、お願いします。はい、フリムンの皆さん、おばんですって。おばんです。はい、読谷の AD 金魚だよって。AD は一日3000は食べてるぞって、うん、ん違うね、うん、3000。それでこんなプロポーションを維持できてるわけって、うん、すごいね。はい、で絶対受けないと思うから一人で笑うよって言ってる、うん、はい、一日一善って照れくさい言葉だよねって、うん、いいことって自分で口に出したらいいことじゃなくなる気がするって、うん、あ、だから教えてあげ。でハゲチャビンモーミーが森進一みたいな声になってるからねということで。あ、知ってるんだ、うん、だから早く直してねって。今外で冬のリベラ歌ってますね。そうそうそう。名曲だよ。ハゲチャビン、うん、ね、うん、蜂蜜舐めてって、舐めたらいいかもよって、うん、ね、なだけど、エリム岬の方変わってる。熊のプーさんみたいに見えるから、うん、うん、やめといた方がいいかも。じゃあ、また来週って。優しい、エリさん優しい。プーさんがかわいそう。うん、ちょっとよ。いや、一緒にされたらね、あの優しいプーさんなのにね、うん、こんな変な、危ないね、熊さんとね、一緒にされたらね。危ない熊さん。はいはいはい、すごいね、はい、じゃあ、あと1つお願いします、うん、はいはい、いっちゃっていいですかね、1日1善フリムーンネームエイミー姫です、フリムーンのスタッフの皆さん、はい、フリムーンスタジオゲスト下條さん、名古屋の皆さん、名古屋ゲストの、浜森重則さん、フリムーンズの皆さん、お疲れ様です、うん、うちなーは数万ボースかっこ梅雨入りしましたね、うんうん、雨降ったら花木もとっても喜ぶさ、とっても生き生きしてるよ。今日のテーマ1日1善、私がいつも一日良いことをしているのは自然に感謝することです。私たちが出した二酸化炭素、花木や草木からは CO2 を出しています。だから私は自然にありがとうございますと話しかけてるよ。花木も答えて、母ちゃんからもらった花も30年も咲き続けています。すげえ。もみちゃん、私も咲き続けようね。花を添付します。
いいね、なんかプルメリアとアマリリス。たまにはこういう綺麗なね、ね、画像もいい、画像が素敵、うん、癒されるね、うん、って感じで。いいですね。いつも大盛りチャーハンが残る。あれは別の人だね。なぜかここのフリムンラジオが送ってこられるからね。はい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 。オッケー。ね、うん、はい、じゃあちょっと準備できたのかな、姉さん。姉さん。今日なんか張り切っててみたいだけど。そう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 。どうするのかな。行っちゃう？行っちゃう？呼んでみる？呼んじゃう？うん。じゃあ一旦 CM 行きましょうか。はい。久しぶり、3週間ぶりよ。ほんとね、どこ行ってたのバルネ。ほら、人間ってさ、百八つ盆のあるっていうじゃない。うんうんうん、私ぐらいになると、1080なの。おやおや、それをちょっと落とさないと、もう身動ききついから。ほんとね、滝に打たれに行った。ガチガチになっちゃうわね、そんなにあると。タータキに。あららら。でもほら、うん、私さ、シャワー弾くじゃない、うん、滝も弾いた。意味なかった。神の息に行ってるわね、バルネ。行ったよ。ハエバルからどこまで行っちゃうわけ。そろそろ生きたまま愚装に行けるんじゃないかと思ってる、うん、楽しみね。ね、で、あのバルネ、今夜あのマスクをかぶった今日私含めて色物3人いるんだけど。そうだね、かなり色物密度濃いけど、うん、目しか見えてないのよこの3人こう、さっきは分からなかった、うん、あ、さっきじゃん、今来たからあれなんだけど、うん、そうね、そうね、こう相対するとこう熱っぱないのよもうすごいのよすごいね、なんかもう2メートルぐらいの厚みのあるコンクリを前にしてるみたい塗り壁じゃないですか。すごいね、すごいわ、ね、ちょっと、うん、ほぐすためにそう、ね、メール来てんでしょ。メール来ちゃうわよ。ハエバル姉さんの人生相談、うん、ハエバル姉ちゃん、白子姉ちゃん、こんばんは。白子兄やんです。あら、久しぶりね、うん、ハエバル姉ちゃんは忙しそうね。そうそう、琉球島んちのキャスト募集してるよね。去年はヤンバル娘さんとひふみさんが出演したから。しろこちゃん、ケアレスミスよ。何？琉球四万十じゃないの。何？あ、琉球超人。あ、超人だ、ごめんごめん、超人だってそうそう、ヤンバル娘さんとひふみさんが出演してんだよね、去年ね。うん、で、今年ハイバル姉ちゃんとイケペイさんが出演するなら見に行こうかな、ではよろしくって。まず最初、バサッと行くわね、うん、誰、うん、早私とイケペが、うんうん、出演するなら物理的に無理。いけんじゃない白子ちゃん、あなた簡単に言うわね。なんかさっさってこう、何何、なんかこうさっさっさって、はいはい、同時には出れないけど、これ事務所的に NG だから、うんうんうん、そうそうそう、それはしょうがない、うん、著作権の問題がそうそう、名称はないけどハエバルはあるの、うん、ちょっとした名言っぽい ね、うん、ほんとね、さっきゲストさんも言ってたよ、そんな方、うん、あれはダメ、あ、すぐ人のね、流行りに乗ってるから今これ言っとけばいいんでしょっていうね。あら、浅はかだわ、ね、あら、プロがそんなそこひねったりなんかしないと そのそんなのはそんなのダメよ、入っちゃうわよ。ハエバル姉さん、そして夜はキユナで喋ってる皆さん、
中華なびら、ラジオネーム3代目メンソレレレブラザートムです。そうそう、こういうひねりね、うん、こういうことよ、うんうん、トビーさんの番組でしょこれ。そう、ね、今日もリスナーの皆さんは自分の時間をシャキッと過ごされているかと思います。今回こういう感じで来るのね、うん、そういうのもいいんでないかい、うん、さて先日私のテーファーにシャワーを浴びてモアイに行ったところ、うん、団塊の方々が花盛りしていました、うん、こんな感じで今日もどうでもいいことにフォーカル当ててナンクルなりますかね。そんな沖縄の南国の夜にミーパチパチしながらラジオを聞いておきますね。それでは姉さんまた来週。なお本日はあまり姉さんに関係ない内容でお送りしました。でも一番完成度高いわよ、なんかすっきりしてるね、この番組ね、うん、もうやが、もう2年近いんだけど、うん、このシリーズ、うん、次はね、あ、じゃあ別の曲にします、ね、ブラザートム、次西町電波で本当、うん、いいね、今日綺麗だからこのメールをこれ一番良かったわよ、うん、リスナーの皆さんにプレゼントしたいぐらいね、これね、うん、それか本人の家のお母さんとお父さんの寝室に額入れて飾るそこまでする。でもそろそろ時間だから、うん、ゲストさんに、うん、私のいつもの質問言っちゃっていい？お願いします。あ、はい、ごめんなさいね、これ決まり事なんで。いやいや、はい、上からも言えって言われてるの。はい、下條さん、はい、週に何回、はい、ちなみに、うん、ちなみにだけど、うん、何かは別にいいの、それはもうゲストさんに任せてるから、うん、ただちなみに、うん、この前来たシンガーソングライターは、うん、名前は言えないんだけど、うん、週に3回主演してるって言ってたのさあそれを踏まえて下條さんもう一回聞くわよ週に何回？すごい。僕7回ですね。はい、はい、私もセキュララで恥ずかしくて、もう帰らないのに帰っちゃう、はい、また来週、はい、おてんば私はフラーソング、フラートークが大好き、ハゲチャビンも大好き。そんなフリムーンラジオを応援します。はいさーい、デューティーの日笠俊です。友人のブラックヒガラさんに代わります。わー、俺はブラックトークのフリムーンラジオにハマってるぜ。やみつきになるぜ。聞いてるか、おいイケベ。そんなフリムーンラジオを応援するぜ。面白くても7回はちょっとはい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 週に7回、ね、進めてもらっていいですか。なんかもう衝撃すぎてさ、ね、もうすいません、面白いこと言えなくてごめんなさい。いやもう全然超面白かったっす。いやいや、全然思い切ったんですけど、はい、うん、はいはいはい、期待通り、はい、ね、で、あとね、うん、今日さ、うん、内地の方からリスナーさんが来てるんですね、うん、はい、というわけで、ちょっと沖縄ニュアンチュールさん、はい、下噛みそうだけどちょっとだけ、うん、2、3分ぐらいちょっとお話ししたいと思って呼びました。呼びました、はい、来ちゃいました。あ、春から海を越えて、はい、週に何回聞く聞く軽い。いいよね、ごめん、エコー準備するから、うん、いやいや、もう一回、あの方お帰りになられたんで、うん、ああじゃあいい、うん、来週メールで送ってください。来週そんなに聞きたいそんなに知りない内容。スポットとかでおてんばで、うんうん、沖縄ニュアンチュールさん、今回はまたちょうどね、実家が町なと牧港なんでね、うん、でそれでちょ実家の方に、まあ本来でしたらちょっとね、法事の予定がちょっと仕事の関係でちょっとあれなんで、お墓参りで済まして、で、あさって帰るんですけれども、うん、また来週、うん、まあ、本来の帰りであるね、日曜日に、臨海でお会いするという感じで、はい、臨海来週ですか。そう、来週の28でしょ。そうです、そう、28で、はい、沖縄ニュアンチュールさんは情報によると、ダンス2曲ともマスターしたとか当日はもう舞台に上がるぐらいの勢いだとか。いや、そこまではちょっと来週の臨海の時は、臨海は日曜日なんですけど、はい、何曜日に前乗りする形ですか。いや、当日行って翌日帰るというパターン。弾丸も弾丸っすね。弾丸の、もうちょっとマイクから近づきましょう。そうね、はい、もう弾丸ですわ、完全に、はい、臨海のためだけに。そう、本来は臨海と法事でやったんですけど、うん、仕事がちょっと疲
ケジュールがちょっと合わない分けざるを得なかったっ負けざるを得なかったん で来週は臨海のためだけにそうそうそうバカですねバカですね高いお金払っていやいや、まあ、飛行機安いからあ何回でも行けますよ、うん、持ち上げたらすごいね、うん、持ってるんでしょうねいやそれほどないです隠れてないいやいやいや最低賃金の沖縄では考えられないすごいよねこまめに来るっていうのが、じゃあ沖縄にあいつむさんも残すところもうあと2秒なんですけど、ね、あっという間に終わりましたねリスナーの皆さんにメッセージを、まあ、この後もちょっと楽しみますんで、うん、よろしくお願いします、はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございました、ありがとうございました、マイクですフリムンラジオを聞きの皆さん、臨海に参加される方、うん、沖縄にアンチュールさんよろしくお願いします、うん、さてそれでは、うん、ゲストの時間ですか そろそろいいですか本人たちから自己紹介お願いしましょうって言う前に言ったね、うん、まだもういや僕はいいので、うん、もちろんですよ、はい、ですよね刺身の妻ですよ、はい、とりあえず、はい、じゃあもう一度自己紹介、ねはい、お願いしましょうかお願いします、どうも皆さんこんばんはモンゴル800の清作です。おこれあれね、考えてきてたある。これはもう FM 読みたんでも同じネタ使ってえ、まさか使い回しですか聞いたことあるなんか。これはもう、ライブ言ってるから鉄の拳の制裁するしかないですよ。すいません。はい、著作権にいかがるよ、これ。沈黙されるよ、すぐ。沈黙される。はい、すいません、まともに名乗ってもらっていいでしょうか。もう一度お願いします。まともに。こんばんは。はい、モンゴル800の。ギターのたかしですしかも言う途中で笑うっていう自分の中で最初に面白くなってしまったやつつぼっちゃった破壊っちゃったねなんかねつよぽんごめんすすまん代弁してくれ、うん、いやもうすいませんすいませんじゃあね、まあ、もう沖縄ではもうかなりの大御所ですね、うん、いえいえ、はいはい、大御所地獄車からボーカル下城スープレックスホールドさんです。イエイ！よろしくお願いします。そうですよ。実は僕がですね、実は19、20歳ぐらいですかね。うん、頃から実は友達 で、ほうほうでずっと下城さん何フリム呼びたいなと思ったんですけど、うん、この前ちょっと酔っ払った勢いで下城さんにラジオ出ないですかって言ったら、マジでみたいな感じだったんで。いや酔っ払ってたの？いやあの時結構飲んでた。いやでも前から思ってたんで、うん、この勢いがないと言えないかなと。ああ、もう全然いつでも。で、行って、で、下城さん、心よく OK してくれたんで、うん、今日、夢の共演と。いや夢じゃないですけどね。でも一個あるじゃないですか。国際ショッピングセンター前の A&W で2人座ってから話してたんですよ。馬場が死んだ日ですね。そう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 。で、馬場の思いで語ってたら、そう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 、その頃の若いの、僕はあの時結構イケイケのダンサーチーム で、地獄車じゃないですか。うん、若い子はなんでこの2人一緒にいるのかなみたいな、目で見られたりとかしてますよね。そうそう、注目を浴びたんだけど、話してる内容は、うん、ジャイアントママについて、あの試合良かったとか、はいはいはい、通りで見た目も被ってますよね。そうですね。大きい下城さん、ちっちゃい下城さんって感じそうですね。はい。こういう鉄拳制裁する方とされる方です。課長が産んで僕ら本当そうですね、うん、ピースフルも一緒に出たんですよ同じ日に結構ないろいろなこの縁があって、うん、下城さん今回呼ぶことができましたので、はい、ありがとうございます、はい、呼んでもらってぜひ下城さんからですね、はい、また近くライブがあるということ で、ね、その告知をしてもらおうと思って、はいはい、お願いします、今週の土曜日ですね那覇のクラッチっていうところですねちょっといいですかはい事前に下調べしてないやつスラビックスっていうイベントがあります、はい、でこれはですねなんと宮古島からバンドが来て、うん、で沖縄のバンドと一緒にですねやるんですよで宮古島からやってくる大豆ムンモッシブスキージニーナなんて言うんでしょうごめんなさいはい、わかりますかこれ、うん、解説お願いします大豆モッシはすごい面白い、はいうん、って感じのありがとうございます、うん、そうですそうで宮古島からですね、うん風車、ロッキンシープス、うん、シーバイ、うん、ワンダラーズ、ゼロ戦、スナムダンというすごいバンドが来ます全部棒読みですねすいませんおいイケメが沖縄は私、地獄車とザ・ラブレターズとルーディー、うん、DJ が、うん、秋広なんだこれガンディすいませんね、ガンディさんというね、すごいイベントがありますので皆さんぜひ遊びに来てください、はい場所が、さっきも見ましたねごめんなさい、うん何だっけ出てこないすいませんグダグダで那覇です那覇の那覇です、
なんで軽く切れてるんですか。スクラッチ目が悪くてごめんね。スクラッチあれですよ、あの松山の、そう、あのオーレの建物向かいですね、はい、そう当たり、うん、あそこ2階ですね、あそこ想像も2階、何回も言ってるんですけど、はい、とてもいい箱なんで素晴らしい箱です、うん、皆さん見に来て、はい、実は初めてやるんですけど、はい、はい、何時からで、ね、オープンが7時ですね、うん、スタートが8時です、うん、で前売りチケットが2000円、当日2500円になってますので、うん、ね、こんだけ見れて2000円ですよ、はい、安い、うん、安い、はい、ビラカリオ、ビラビラですか、これはフライヤー、またこれまた別のサイズ、すいません、ね、続いて、続いて、はい、そちらも、これはですね、はい、6月の3日、はい、ビスというアイドルが沖縄に来て、で沖縄からは、我々は地獄車と琉球アイドルと、はい、でこのアイドルっていう T シャツはこのビスの T シャツですね。以前やらせてもらって今回2回目なんですけども、うんうん、はい、すごいアイドルと思えないぐらいのですね、すごい彼女たちなんで、パフォーマンスぜひ見に来てください。異色の対バンですね。もうそうなんですよね。アイドルと僕らってなんかね、うん、全然ミスマッチなんですけど、大丈夫ですか、うん、地獄車のメンバーで回そうパーとかは考えてませんか。いや全然そんなことないですね、車だけに。いやいやいや、それがですね、意外に皆さんオーラがすごくてですね、近寄れなかったですね、皆さん芸能人オーラというか、うん、はい、そうなんだ、すごかったですよ。でね、スタッフの方々が地獄車のファンですっていう方が何名かいたんで、うん、もうそれ聞くとですね、僕らもうすぐおとなしくなりますから。はい、もうありがとうございましたと。もうそういう時代、年ですよ、もう44ですから。そうですね、もうスタッフの方々も20代30代じゃないですか、うん、だからもう高校生と聞いてましたとか、うん、どこどこでライブ 見ましたよとかね、うん、そういう人たちがもうスタッフなんで、だってもう沖縄のバンド界でもベテランの域に入ってますよね、はい、うん、いやもう気がついたらもう20年経ってますよ、うん、だって僕が、うん、鉄拳制裁初めて聞いて雷受けたのが23、4ですからね、うん、しかも東京でですよ、うん、あ、そうなの？東京に暮らしてたんで、その時は鉄拳制裁聞いてびっくりして、ありがとうございます。もう当時はね、東京にもよく行きましたよ、うんうん、今はもう全然行けないけど、はい、名古屋にもよく行きましたよ。あ、名古屋でも2年前かな、2年前行きましたね、うん、うん、結構やっぱ売れっ子ですよね。いやいや、そんなことない、あれ、なんかありましたよね、地獄車のアルバムが沖縄のチャートで、うんうん、何したっけ、マックスかスピードか何かより上のような本当なんですけど、スピードを抜いて1位だった。そうなんですよ、地獄車マックススピード、うん、相当飛ばした車みたいな。本当にね、すごいよね、知らないところで何のことかと思うよ。ちょっといやらしい話結構入った感じですか。いやそうでもないよ。あ、そうですか。そうでもないよ、本当に、うん、意外に印税っていうのはね、入んないんですよ。あ、そうなんですね、うん、3ヶ月に一遍なんですけどね。あれですね、ビデオリサーチが視聴率調査で機械つけるんですが、あれと一緒ですね、うん、あれ1ヶ月つけ、機械つけたら1ヶ月1万円もらえるんですよ、うん、あ、本当に。あ、そうですよ。じゃあ俺つけてもらおうかな。ランダムに選ばれるのかな。この手の話は終わってからです。あ、分かる、分かる、まさか画面に何かけたら危ない、雑学挟むっていう。すいません、はい、下條さんにお聞きしたいんですけど、僕前以前何かのラジオかなんかで、うん、地獄車のメンバーの一人がハエバルに住んでて、はい、で空手をやられてて、はい、このファンファンしている族を片っ端から死なしてもらったっていう伝説があるんですけど。あ、そういう話はね、僕も聞いたんですよ、うん、そのギターはもうやめました、はい、やめたっていうのは入ったってことですか、そのことで。違う、そうではない、ファンドのメンバーやめた。あっちの方にグループがまた違って、そう、あのね、でもちょっとこれはもうガチな話、ちょっと腕の病気。ああ、そうなんですか。ギターの弾きすぎ、はい、ギターの弾きすぎてギター弾けなくなったっていうですね。腱鞘炎ではなく、腱鞘炎がもう腕全体、何とかな、何とか難しい名前だったよ。へえ、うん、原因はもうギターの弾きすぎですね、もうギターバカの末路。はい、なんかそこ行き着くとこまで行ってしまった。そうそうそう、そんな感じなんですよ。で実際今の話も本当で、うん、空手の今前はそうかな、うん、黒帯で、師範もしていて、でそういったこともまあやってたと。で、はいはい、今は、そう、武道家なんですね今はね、うんうん、地獄車やめたけども合気道をやって、お、で居合もやって、はい、どこに行こうとしてるんですか。多分ね、どうなるね。藤岡弘と戦う。そうそう、多分そういうところね、本当に、はい、はい、はい、でもまあ彼もまだ別にバンドやってますよ。ああ、うん、やっぱバンド自体は好きなんで、もずっとやる。そうそうそう、もうボーカルで頑張ってるんですけどね。でも最近また活動休止したんで、はい、また続報した、また何をするか、金城重次郎で、そうそう、何かしてるかもしれない。多分僕の先輩も何かやられてるとは思うんですけど、過去に。そうですね、一つ謎が解けますよ、もやもやがね。やぶ先輩、犯人見つけましたよ。いや、ハイブの人だよ、やばいね。
やばいかもね。ね、なんか来たことないですか、うんうん、あのなんで鉄拳先生は沖縄のラジオでなかなかリクエストかからないんですかね、うん、僕あっちこっちでリクエストしてるけど1回しかかかったことないですね。本当、うん、いややっぱ流したくないんじゃない。ふさわしくないというか、まあ、タイトルが鉄拳先生ですからね。色気だって思わないしね。今は流してるけどね。あ、ありがとうございます。最初は空手ばかりときめきリバイバル聞いてる場合じゃない、うん、ありがとうございます。はい、あーこれですよ、かっこいい。そう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 、へもう今でもね、人気ありますね、うん、この曲は。あ、そうですよね、盛り上がりますもんね、ライブで盛り上がりじゃないですか、うん、あ、先ほど下條さんが告知されてたあの、うん、6バンドぐらい出るはいイベント、うん、それも全部こういうパンキッシュなバンドが集まってるんですか。もういろんなジャンルですね、いろんなジャンルで、縦乗りからもう、はいはい、ダイブ系から、うん、だと思う、多分さっきから全部知らないよ、さっきからメイビーが多いですそうそうそう、あのね、もう全然わからないもん今は。知り合いのバンドも減ってるし、うん、初めてのバンドさんばっかりなんで、はい、多分でも僕の最近の傾向としてはこれ呼ばれてるんですけど、何もう異種格闘技戦、うん、もう全然違うジャンルの人ばっかりが多い、これアイドルもそうだけど、だからブッキングする人たちがそういった僕たちをなんかこういうふうに最近使ってますね。でもそれでまたパンクですよね、うん、それも、うんうん、ねえ、どうなんだろうね。でも結構客も俺大丈夫なのかなっていつも思うんだけど特にアイドルの時とかも俺なんか言って大丈夫なのって思うんだけど、意外に大丈夫だったりするから、うん、でもこれこういうのがあれですよね、うん、このいろんなバンドがある、うん、来る時の楽しみですよね、うん、でもね、俺も客の立場だったらそれが面白いと思う、うんうん、いろんなジャンルが見れるっていうのはね、うんうん、それはそれで面白いと思ってる俺は。うん、また安いですからね、2000円で。いや、もうかなり、ね、もうそれはもう僕じゃなくてブッキングしてきた人がもう本当にこれを言うしかない。本当に2000円ってすごいっすよ、2000、3000円より安いってことですからね。そうですね、そうですね、1000円安いです2028円より安いですよ、うん、1000円刻んできたね。そうそうそうあの、まあ、ちょっとね、ちょっと前にしあの下條さんが、うん、あのちょっともうね、ちょっとダンスで結構あったんですけど、うん、これイベントであね、あの見に来るからっつってさ、あのチケットちょっと取っといてみたいな感じで、うん、あ、分かった、お前取っとくな、そうそう、チケット予約取っとくなって言って、うん、で、まあ、持ってる手持ちがなくなりました。で、他の人から、うん、あ、行きたいんだけど、あ、ごめん、もうないやつさってなったのに、うん、当日来ないとか出た、沖縄っぽい、そうマジそんなのはやめてくださいねっていう、なんかドタキャンするんだったら前持って行ってほしい。そうそうそう、もうイベント始まってから、うん、あ、来てないやつさってなって、でも何名かはごめん俺にチケット売ってくれって問い合わせいっぱいあるわけ、うん、ごめんもう売り切れたよって、もう役で埋まってしまったよって断ったのにね、当日本番始まって来ないってなったら、うん、もう売ってくれってのかわいそうだし、ですよね、うん、そうそう、早めに言ってるよ、ドタキャンだけでは済む話じゃないってことですよね、うんうん、こういう人やっぱ絶対もう会いにも来ませんよ。あーあーバーダーだけ払って1年ぐらい余裕で来ないんです。ああそうそうそう、そういうのでね、あ、まあ、うちなんちだね、投稿、うん、してるみたいなので、多分 その人はその時は行くつもりで、うん、またリップサービスみたいなのもある、うん、あると思うんですけど、うん、もうね、かわした方がいいですよ、目の前でね。だから俺もなんか手振りでやってるけどさ、でもタイミングがなかったりするわけ、うん、ごめん、あの今日手持ちがないからとか、うん、で俺何時に仕事あるけど会わないなとか、じゃあもっと落ち着かないねって言って来なかったりするからね、しょうがない。でも一番しかぶ理由が、入り口まで行ったけど入らんかったよっていうのが一番もうびっくりする。電子ビアから会場の入り口まで来たよってして、なんで入らないのって、いやなんか人がいっぱいいたからよって、いやいや人が当たり前だろ、人がいっぱい来るとこライバーらにいいと思ってくるから友達の家に遊びに行こうしてピンポン、そうしたら上からもうワイワイっていう賑やかが聞こえて、もういいやつだから何ひんじきてるわって感じ。多分末っ子ですね、末っ子だったかもしれないね。これからじゃあもう聞いてみるよ、努力する人に、あんた末っ子ね、末っ子だったらごめん、今すぐ買ってって、うん、入り口であの来たけど帰ったとか言わさないよ俺は、って、うん、そうそうそう、はい、そんな人いるんだね、あるんですよね、沖縄だけかなと思ったけど、意外にそうでもないみたいな、ね、そうですね、フェイスブックに一応変えたから、うん、俺は絶対これうちなんちの定義だけかなと思ったわけ、うん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 、そしたら大分の人に あるよとか、うん、あるわけ、まあ、一応沖縄よりですね、南ですね、うん、最北あります、でも東京とかもとか行ってなかったかな、へえ、かっちりしてそうな感じするんですけど、ね、だからね、こういう面で、まあいいかげんな人あちこちいるんだねと思って、うん、あ、多分スエッカーどころで見てたね、あ、そうですね、多分スエッカーなんですよ、スエッカーはもう北海道に見るから、うん、
結構いると思う。そうですね。もう長男もいるよ。次男もいると思うからね。なんだったら、そう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 、なんだったらいるよ、ね。さっきのモンパチの神田のは今ので帳消しになりましたよ。面白かったですよ、今のは。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ただ、プラスじゃないですよ。やっとイーブンになったって感じですね。ここからは頑張って。はい、ここから挽回のチャンスです。頑張ります。はい。うん、じゃあ、もうちょいあります時間。じゃあ、40分から名古屋なんで、1分も、最後にもう一回もう一度先ほどの告知、はい、今週土曜日5月20日那覇のクラッチというところでライブします。宮古からもバンドが来て、沖縄からもバンドいいバンド来ますんで遊びに来てください、はい。当日は3000円ですけど、あ、2500円だった、はい、まあ、忘れた。こっちでメールちょうだい。僕はあの手売り買い売りに行きますから、末っ子の人は絶対買ってね、はい、はい、開演が7時でしたっけ。はい、そうです、はい、で8時で、今度6月の3日、これは那覇のアウトプットでビュスというアイドルと琉球アイドルというね、あのアイドルとライブしますので、これもよかったら遊びに来てください。お願いします。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。もうあとはもう最後まで鉄拳制裁かけるだけでいいんじゃないですか。いやいやいや、繋がないと。あ、名古屋、そうか、そこで呼んでみてもらっていい。今日は下條さん、名古屋チーム呼びかけてもらっていいですか。せっかくなんで、はい、なんて呼ぶ。デスボイスで名古屋さんでいいですか。行きましょうか。じゃあ行ってください。もういいですか。名古屋さん、綺麗、声が綺麗。あ、名古屋です。すごいっす。スタジオの皆さん、こんばんは。はい、今日はですね、中区栄の泡盛王国に来てます。本日はですね、イベントがありまして、第3水曜日ワインの会にお邪魔しております。はい、では浜森さんによろしくお願いします。はい、名古屋から浜ちゃんです。あ、浜ちゃん。はい、いつもお世話になっております。よろしくお願いいたします。今日もはい、はい、あれ、はい、生きてますか、はい、大丈夫です。今日はですね、はい、泡盛王国ですけども、うん、どういうわけか知らんけど、うん、あのワインの好きなメンバーが集まってるんですよ。、はい、いいすか。みんな中華ハギ、中華ハギばっかりですね。男性が少ないもんですから、ちょっと困っております。うん、あ、そう。はい、浜ちゃんは一品幸せもんやさ。今日は。お料理もね、とても美味しそうなお料理が並んでるんですよ。うん、何がいいですか。できるだけね、ワインに合うような、うん、美味しい料理をですね、うん、お店でも作ってるんですけども、うん、お客さんも持ち込みで。お楽しんでおります。持ち込みいいですね。すごい、いいな。何があるんですか。はい、食べ物何があるんですか、うん、そっちに、うん、何がありますか。これはね、なんかチーズからなんかね、フルーツ、まあ、うん、ちょっと私あまり食べ慣れてないようなものなんですけどね。あの、私はどっちかというと与那国だから、与那国のヒージャーしか食べてないから。あ、ヒージャーもあるんですか。与那国のカジキとね、うん、立て直しって言いますけど、うん、今日の料理はちょっと違った西洋料理ですね。西洋料理、西洋料理、西洋料理、はい、すごい、まあ、だってワインだもんね。こんばんワイン。お坊ちゃまくんですよ。こんばんは、スタジオの皆さん、こんばんは。こんばんは、王子ですよ。王子来たー。あのね、もう今日はね、僕はね、この青森奥さんにですね、うん、早く入っちゃいましたね。もうワインもいただきましたね、うん、かなりいい気分なんです。皆さん、盛り上がってますか。おー、いますね、結構、はい、すごい。あのね、指笛がね、触りますか、この盛り上がり。あのね、うん、もうこちらね、酔っ払いばっかり、うん、素晴らしい。いいじゃないですか。王子筆頭に酔っ払いばっかりですね。本当だよね、王子をはじめとしてね。もう本当に大変な盛り上がりですよ。もう今日はね、もしかしたらね、王子ファミリーがいっぱいかもしれない。王子ファミリ ー。でもね、今日はね、ちょっとね、真面目な話もしたいと思いますので、はい、ですね、今日のね、あのワインの会に来ていただいてるこのメンバーの方で、名古屋のね、美味しいお水をね、提供して、あの、いただいてる近藤さんにね、お話を、伺いたいと思います。よろしくお願いします。はい、酔っ払いの近ちゃんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしく。はい。こういう、うん、
あのですね、名古屋のお水は本当に美味しくてですね、あの青森にもね、すごく合うんですよ。あのこのお水がね、どうやってできるか、教えていただきたいと思います。はい。ではちょっと名古屋は木曽川という川の水を取ってるんですけれども、一番上流は長野県木曽村というね、人口3000人の村がね、ありまして、そこの味噌川ダム、お味噌の味噌っていう字を書くダムがありまして、そこがまあ一応源流ということで、長野県からずっと来まして、名古屋の、犬山ですね、名古屋とか愛知県の犬山のところで水を取って、名古屋まで引っ張ってきて、美味しい水を各家庭に送っています。多くの方がですね、ビール工場や、一般市民の方の水を作っております。で、もういいですか、続けて喋って。はい、お願いします。美味しい水にはね、山が大事なんです。今山が荒れてましてね、山の手入れをしないと、おいしい水が飲めないと。というのは、ダム、先ほど言った味噌川ダムにどんどん土砂が流れ込んで、山が荒れてるんですね。うん、今、本当に昔は基礎の、ヒノキやなんか売れたんですけども、うん、今、なかなか外来に押されて売れないと。ということで、うん、手入れをですね、間伐とか、下草刈りをやる、作業をしながら、村の人の交流をしながらやってます。はいはい、ぜひ、皆さんも応援してください。はい、よろしくお願いします。本当にね、名古屋のね、お水はね、美味しくてね、どうですかね、いろんなね、食材に使ってもね、とってもいいもんですから、皆さんね、こっちの愛知県名古屋の水をね、使っていただきたいなと思います。ね、でもね、このお店のもう雰囲気がとっても良くてですね、皆さん本当に、酔っ払ってますよね、みんな。うん、いいな。確認はいるのか。いいな。ね、まだね、僕はね、酔っ払ってませんけどね、これからね、中継が終わったらね、飲んじゃいますよ。うん、こんなにね、美味しいお水とね、ワインでね、うん、とってもとってもデリシャス。エコー入ってますね。はい、来た。素晴らしい。いいでしょ。ちょっと今週新兵器が入りましてですね。マシン入れたわね。金かかってますね。このエコーにかかってるな。王子が大喜びなんですよ。もう王子だけスガキ屋で飲ませてください。ちょっと。もうこれからはね、どんどんね、皆さんにね、エールを送るときにね、エコーかけちゃいますよ。今入ってる。はい、やっぱ王子だけスガキ屋連れてってください。はい、今日はですね、真面目な名古屋のお水のお話と、大変盛り上がっているこのワインの会で盛り上がっている青森王国からお送りしました。そして、はい、その後は太鼓が始まります。はい、以上、名古屋からでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、一平にヘドエビタン。お、ありがとうございます。すごいですね。酒屋って言ってましたけど、パルコの近くですかね。ね、そうなの。 あるんですよね、パルコね。ライブハウスの前何だったかな、何回かやった。あ、名古屋ですね。名古屋、今の酒屋のそのパルコの近くだったら、ああね、パルコロフトありますもんね、あちらにね。あったやった、うん、すごい仲乗りいいですよ。うん、ですね。酒屋のちょっと行ったら高速道路の高架橋あるじゃないですか。あったっけ。 あるんですけど、そう、あっちの下でちょっとイベント前に練習したりしましたね、ダンスの。はい、ちょっと思い出ですね、酒屋は。はい、いや、とにかく海苔ですよ。うん、ご飯も美味しいし。そうなんだ。ご飯美味しい。ご飯美味しい。やっぱ水がいいからなんか。ああ、なるほどね。水なんですね。なるほど、なるほど。年長者が言うから間違いないこれ。あ、なるほどね。うん、勉強になるわ。じゃあ、小瀬さん、メールを。はい。うん。はい。フリームラジオの皆さん、はい、リスナーの皆さん、こんばんは。こんばんは。こんばんぽだね。あ、こんばん。あ、はい。モアイ大チュキ、ひとみこ、チュン、チャンです、チュン、うん、はい、甘えんぼだな、今日は。今日のテーマは、1日1年ですね。うん、近頃籠池ファミリーのお母さんのモノマネがお気に入りの成功、うん、今日も 私新聞嫌いと言っては、うん、ゲームに、うん、勤しんでいます。うん、
と先週この成婚に一日前思い出すことあるかと尋ねてみると、うんそうだねなあ私一日一前される人になりたいと言ってました。育て方は間違えてましたかなって。あもうお母さんいて分かったからって多分言われてる。もうちょっとこう癖強くしないと ねお母さんもうええてとか言ってあーと聞いてだからよくわかる関西語講座もう大丈夫ですか、うん、続いて次って大沢くん行っていいよ。はいたいたいフリムーンの皆さんこんばんは。アレックスです。一日一善してみたい、うんうん、いいと思ってやってみても相手側がおせっかいだなと思われたらお互いに損した気分だし後味悪いしね、うん、ハート、うん、だからあまり考えずに家の掃除をするようにしてますまた人が困っていて話しかけたら一緒に考えます、うん、昔プロレスリングで騒ぐ地獄車にテンションマックス友達とモッシュしてました。うん、ありがとうございます。その友達はもういません。ええそうインドネシアに旅に出てどうやら肌に合ってるらしく帰ってこない。いるし私も行きたいです。では地獄帰りの中から組曲ニート愛をリクエストお願いします、うん、いや詳しいな。私ニートなんで、うん、ハートすいません探したけどないです。すいません、はいはいはい、探したんですけどなかったです、うん、すいません。あれですねツイキャスの方で地獄車ってあのうんこ哲学の地獄車って書いてある、ね、あそうですはい、はいうん、それともジャビオさんだね、うん、そうジャビオさん、はい、お前ありましたねジャビオさん、ねうんあれよく知ってるね。一日一善してみたいって言いますけど、うん、フリムンに送ってくれるだけでもう一善は達成してますよ。よおでもイケペロせいでもマイナスですけどねそれはい次はありますか。いくよ、うんフリムンパーソナリティの皆さん名古屋チームリスナーの皆さんこんにちは、うん、ラジオネーム鶴ヶ島のカズニーです、うん、今日のテーマ、はい、一日一善ですね。トラック運転中に横断歩道に人が立っていたら止まって歩行者に道を譲ったり交差点で対向右折車の後ろに車が止まっていたらパッシングをして右折車に道を譲ったりしています。そうすることで余裕を持って運転ができるのと道を譲って良いことしたなと優越感に浸っています。あ優しい素晴らしい、素晴らしい。逆の人いるよね赤信号になったらいきなり右折レーンからブーンって右曲がるのがあるさ。ああいる ねいるあの赤で勝負かけるようなそうそうそうこれ名古屋だね、うん、名古屋名古屋走りあの教えられた、うん、あの青が全開、うん、黄色突っ込め赤勝負って教えられたわけ電子でね名古屋の先輩に昔から名古屋の人は危ないって言いますよね。あそう車の車の車はだから一番怖い名古屋で大阪最近テレビで撮り名古屋と大阪がもの2極で怖い、うん、あっちゃ走るときは注意しれ、360度どっからぶつけられるかわからないと、と教えられました。すごいね、それを、名古屋中継の後にその話してます、うん、すいませんだけどこれある意味当たってる。あそうなんだ、うん、車は本当に怖いあっちは。車とマスクさんのトークが怖いいやそれ言って言った何かなあそこはあれなのかな道路も何もかもよく滑るのかなだからとか。いや滑らないと思う道路は滑らないけど、うん、このマスクマン攻めるね攻めるよ沖縄のマスクマン攻めるねあっち滑るこっち滑る怖い、ね、とか浅田真央も名古屋出身じゃないですかてかね愛知県出身ですから、うん、よう滑るねってはい、おっと、はい、おっと、説明で滑れるってすごい技術だよ、ね、すいません、話変えましょうね、ねあの沖縄ニワンチュールさんからで、うん、はい、ギノガルフの当選品の引き取り方、見学に来ました、ね、正直、さっき出して出てもらってね、それで来てたんですね、はい、で、1日1年だけど、仕事からバイクでの配達してるけど、うん、信号のない交差点では必ず多段階停止して、左右の安全を確認して走行してると、うん、あと後ろの車にも安全を期するため、うん手信号で注意を促してると。あとブレーキランプ5回点滅、そうそうそう、うん、違うこれは違う、うん、あれヘルメットですか後ろの人が愛してるのサインしたりとか2の方ですね、はい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 、どついてあるかもしれないね怖い、威圧ですそれ、うん、はいはいはい怖いな、あいつの威圧、あと1つお願いしていいかな、はいはい、フリムンモーラーですこんばんはフリムンの皆さん、名古屋の皆さんゲストは地獄車の下城スープルックスホールドさん、はい、ルックスです顔面を掴むってことですかルックスホールドされてもらえすごい、はい、こんばんみ、はい、青森王国の、浜森重則さんですが楽しみですね。さてと今日のテーマは一日一善、建設業なので月1回は現場周辺の道端のゴミ拾い、空き缶、タバコ
の吸い殻の掃除してるよって、作業服着たおっさんたちが団体で掃除しながら写真撮っている姿見たことありませんか、イメージアップであちこちでよく見かけるよ、アンシェーって。すごい、モールさん建設業なんですね、うん、あ、みたいだね、初めて知った。 てっきりホストの大元からからおやおやおや一応そういう雰囲気だけど、ね、アイスミドルって意味ですよ。なんかねスマートな感じのねイメージ、イメージ、イメージって言っちゃった、うわイメージ。はいはいはい、はいはい、じゃあもう、うん、そろそろね、うん、時間も時間で、はい、来週もうエンディング入って、来週のテーマゲストも言っちゃっていい、もう来週いいですよ。おお、テミちゃんお願いします。来週続くんですかゲストは。大サービスでございます。うん、もういいの、何が来週の、あ、もう言っちゃうよ。はい、やりますか、はい、じゃあ、うん、振り付け講座もあるから、はい、うん、来週もね、そう、僕もまた来ます。また来んの、うん、来るの、悪強いの2週来週のゲストも実は僕のつてで呼んでるんです、うん、はい、来週の方はマスクかぶってるのかしら。1分30秒しかないんで、うん、早めに、はい、はい、どうぞ。じゃあ一応来週は、はい、臨海直前スペシャル、ゲストはあの名曲 AO 中と宗教スカの振り付けしたジャンジャンさんです。というわけでテーマはパーティー好きです。臨界にかけて、うん、そう、はいはいはい、パーティー中毒にかけて、パーティー好きって、あ、うん、あ、来週も盛り上がりそうなテーマですね。いや、一人もう盛り下がってる、盛り下がってる、どうしよう、どうしよう、まあ、大丈夫です、はいはいはい、どうしよう、どうしよう、ということで、うん、もう1分切りましたんで、はい、はい、どうぞ。はい、ありがとうございました、イケペイです。ホワイティでした。はい、コセツでした。はい、ミキサーのエコザイロでした。はい、で、ちょうどいいつよぽんと、最後モンバチョの清作です。もういいって、もういいって、全部言った。いや、さすが、さすがです。やっぱりやった、ありがとうございました。ありがとうございます。本当は下條さんです。すいません、本当すいません、もう本当に、はい、はい、じゃあ、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。すごい、すいません、ありがとうございました。ちなみに、飲んできてませんよね、あくまでもシラフですよね。シラフですよ、はい。